どうも、東京挫折組でーす。今日の企画は、帰宅直後、ビールかけドッキリー。今日はね、矢野くんにドッキリを仕掛けようと思うんですけども、矢野くんね、また外にちょっと今出てるんですよ。でね、帰ってきたところをこちら、ビールですね。瓶ビール。矢野くんが帰ってきたところをですね、今日はこのビールで思いっきりビールがけをやってみたいと思います。それでは、早速、やってみよう。じゃあね、ちょっともう準備できちゃったんで、帰ってきたところをお祝いしちゃったいと思いまーす。のもう今日はくとこのみあかそう。のもう。何？おかえり。おかえりじゃねえんだよ、バカ野郎。めちゃくちゃくせえじゃん。これ何？え？これ何した？これは帰宅後すぐビールかけドッキリでーす。そう。何に優勝したんだよお前俺。いやいいですね。ちょっとやめてもらえるマジで。優勝した感想は？いや優勝してねえんだよ何も。目痛いし。あ、やっぱ目痛いもんですか？痛えんだよ。うせえな。喋んなもう。ホームラン打ったから。うるせえんだって。スリーランホームラン。もうお前本当に。お前さ、もう考えろって。その後考えろって。すごいですね。お前めちゃめちゃくせえじゃねえかお前部屋の中。でもあれでしょ、ビール好きでしょ。ビール好きだけどお前なんでお前中でビールかけやってんだお前。あ、外でやってんだろお前。やっぱちょっと今の時期出れないから。いや今出れないからってお前おかしいだろお前。セリーグもパリーグもお前中でビールかけやってるやつ見たことないお前。野球でお前背もパもお前みんな外でやってんのあれ。あ、外でやってるんですね。外でやるからいいの、開放感があって。いやでもなんかいいですよ、ビールに濡れてなんか優勝した感じが出て。だから優勝してねえんだよ一つも。お飯食って帰ってきただけなんだ。何リーグですか？何リーグですか？いやでも背もパでもないよお前。背もパでもお前どっちも違うよお前。いい加減にしてくれっつってんの。喜ぶかと思った。喜ぶわけねえじゃねえかお前。もったいねえお前。飲みてえわ普通に。これ美味しいやつですからね。美味しいやつお前飲みました？いや飲みましたじゃん。飲んでないお前。あ、じゃあちょっと飲んでみてください。いやなんで飲んでみないといけないんだよ。うん、ちょっと軽くだもんね。感想は？いやうめえよ。だから何なんだよお前。ちょっとインタビューっぽく言ってきました、ね、いやだからなんでお前ヒーローインタビューみたいになってるの。俺飯食って帰ってきただけなんだお前。なんでお前酒ぶっかけられないといけないお前。いやちょっとね、こういうやってみたけどいろいろ帰ってきてドッキリ。ああ今回これいいんじゃないかなと思ってね。結構自信作ね。いやだから一つもよくねえのか。中でやんなってお前。この自信作のビールかけドッキリどうでした？お前ほんとこっぞ。こんなお前1週間ぐらい取れねえだろお前どうせこの匂い。すげえビールくせえじゃねえかお前。いやでも好きな匂いだからよかったんだ。よかったんじゃないの。なんでお前それ力技使ってんだよお前。あれ、ラミレス？誰がラミレスだよ。
いつお前俺ラミちゃんになったんだお前。ベイスターズ行ってねえよお前。バカにすんのもいいかげんなんでお前。だから俺野球やったことねえし。ドカベンだよドカベン。なドカベンじゃねえお前。誰がキャッチャーだよお前。誰がキャッチャーだっつってんのお前。いやーね、じゃあ今回のちょっと検証結果いただいてもいいですか。いやだから俺なんで何も勝ってないのに祝われなきゃいけないんだよ。検証結果いいですか。なんでヒーローインタビューなんだよ。検証結果の方は、いや検証結果もだからなんで何も勝ってないのにだからビールかけられなきゃいけないの。それでいいんですか。だからお前やめろそれお前。のけろその手、腹立つからこれのけろお前。バカ野郎。おー、いいのいいなじゃねえの、うん、お喜びということで。聞けろ全部お前。ちょっとそれはないっすよお前。本当に東京挫折組です。おいしょ。